か太古の昔、アフォンノアの向こうから神王の祖がタハイアゼに降臨した時、背が高く金色の瞳を持った王祖ジェに、人々は清らかな神の姿を見たのでした。ラーザとの戦が始まりました。また血が流れるのですね。勇猛な太后の軍と東田がある限り、我らの勝利は動きません。ご安心を。兄上、落ち着け、ヌガン。我が軍に東田があってこそ神王の権威も保たれるというもの。人々から敬われている神王の治める王都は、勇猛な太后軍に守られ、昔から変わらぬ栄華を誇っていました。戦場から離れたところに小さな村がありました。村の名は明村。太后領の中でも東田を育てる特別な村でした。エリンを見ませんでした？いや。そうですか。女のくせに東田の医術師か。よせ。エリンちゃん、仕事じゃないのかい？それが仕事もとうに終わってる時間なんですけど。おばさん、なら薬小屋の裏で見たよ。うん、見た見た。まだ薬小屋に？ありがとう。エリンのやつ、また変なことに夢中になってるのかな。そうかも。またやりかけたままで。エリン、どこに行ったのかしら。あれ、エリンたら。エリン、あれ、お母さん。トゲラムシ。トゲラムシじゃないでしょう。もうお昼よ。あれ、お昼までにヤギ殺しで磨き玉を作る約束だったでしょ。あ、ごめんなさい、
トーダの赤ちゃんに特児水を作ってあげたかったから材料を探してたの。特児水はね、トーダの体の粘液と混じり合って口から体の中に取り込まれることで体を強くしたり寄生虫を取り除いたりするの。でもね、生まれたばかりのトーダの赤子に大人のトーダが飲む特児水は強すぎるのよ。そっか、だから体が強くなる前の赤ちゃんには虫除けの磨き玉で体をきれいにしてあげるんだ。お母さんも手伝うから一緒にやっちゃおうか。うん。エリンはお母さんといられることが幸せでした。ソヨンも二人きりの家族だからこそ一緒にいられる時間を大切にしているのでした。お母さん、赤ちゃん大きくなった？そうね、もう少ししたら餌も食べられるようになると思うけど、まだ池に移すには早いかしらね。池に移したら私、赤ちゃんの世話してもいい？私もお母さんみたいなトーダのお医者さんになりたいの。もう少しあなたが大きくなってそれでもそう思うなら考えてあげる。でもね、今はダメ。どうして？池には赤ちゃんだけじゃなくて怖い大人のトーダもいるのよ。怖くないよ、トーダっておとなしいじゃない。丸田んぼみたいだし、あんまり動かないし。おとなしくさせてるからよ。見えないもので縛りつけているから。ソヨン、戦場からトーダが運ばれてきた。傷が深い。今行きます。お母さん行くわね。うん。尻尾だ、尻尾を縛りつけろ。何してる、抑えろ。ソヨン。ソヨン、何見てるの？トーダがいるの。すごかったぜ、リンのお母さん。暴れてるトーダをおとなしくさせちゃってさ。水をかけて冷やしてあげて。へい。体を乾かさないように濡れたむしろをもっとかけておいてください。へい。どいたどいた。あ、ワダンさんだ。何をしている、聞こえんのか？赤ちゃんトーダ、早くどけ、こいつを池に移すんだ。お母さんはまだって言ってた。え、エリーちゃん、お母さんがまだって言ってたよ。何？緑色の目、霧の民の娘か。霧の民の女よりわしの方が長くトーダを見ておるのだぞ。そのわしが見て決めたのだ。でもどうしました？ん？お母さん、見ろ、もう映す頃合いだろう。少し調べさせてください。なんとか餌は食べられそうね。わかりました。池に入れる前にそこにいたトーダの粘液を塗っておいてください。それと根藁は必ず新しいものに変えてください。わかったよ。おい、行くぞ。お母さん、今夜は遅くなるからね。私を見つけた。
こかにいつも行きたいのに、あなたの背中に隠れた。静かな森で一人。起こしちゃった？ううん、蛇行みたいなトーダの匂いがしたからお母さんだって。そう、赤ちゃん元気だった？ええ、元気よ。よかった、うん、一緒に寝てもいい？そうね、二人の方が暖かいわね。うん、遠くの懐かしいあの歌。朝が来ると男たちはトーダを育てるための岩屋の池へと向かい、家に残された女や子供たちは家事や畑仕事を始めます。けれどこの日の朝は少しだけ様子が違っていました。おいしい？うん。ソヨ！ん？大変だ、トーダの赤子がいなくなった。赤子が見つからねば村の掟に従ってもらうぞ。わかっています。お母さん。ワダンさん、赤子を連れてきたのはあんただろう。だが赤子を池に移す許しを出したのはこの女だ。それは認めます。ですが今は探すことが先決です。反省の色がない。これだから霧の民ってのは。お母さん、池に行ってくる。赤ちゃん見つけないと。あ、ん？エリンちゃん。どこ行くんだろう。行ってみよう。この村にはトーダを飼っているトーダの岩屋と呼ばれる鍾乳洞があります。鍾乳洞の中にはトーダの道と呼ばれるいくつもの水路と池と呼ばれる水たまりがあり、その一つ一つでトーダを飼っていました。それはこの村の宝であり、守らなければいけない場所なのです。棟梁、トーダの赤子が逃げました。池の外にか？いえ、まだ池のどこかにいると思います。ワダン、男衆を分けて池の中を探すのだ。はい。ソヨンよ、わしが掟破りの危険を冒してまでアーリョのお前を村に置いているのは、霧の民の知恵と獣の医術を買っていたアッソンの遺言があったからだ。分かっておるな？はい。子供は入っちゃならん。だってお母さんが。いくら棟梁の孫だからってダメなものはダメだ。探せ探せ。おい、まずいって。黙って入ったら怒られちゃうよ。村の一大事なんだから黙ってついてきなさい。でも。あ、いや待ってよ。うわ。どこにトーダいるの？おい、危ないぞ、ここ。気をつけろよ。こっち、わかるの？山から岩屋に向かって水を引っ込んでいるし、トーダも流れに乗せて池まで運ぶだろうから、多分こっち。さすがエリンちゃん。ちょっと待ってよ。赤子の池の水は抜いたか？ああ。他の池も調べよう。紛れてるかもしれん。
なあ、俺たちいつになったら牙の世話させてもらえるんだ。牙は太后様から預かった大切な塔だからな。棟梁の許しが出んことには。だがソヨンは世話しているだろう。それは口にするな。棟梁が決めた掟だ。水が抜いてある。あそこが赤ちゃんの池ね。エリンちゃん、私も行く。じゃあ僕も。古い藁だ。どうしてそんなことわかるの？古い藁って発酵するからあったかくなるの。ほんとだ、暑い。それに臭い。ねえ、もう帰ろうよ。お母さん、新しい藁にしなさいって言ってたのに。エリーちゃん、まだこの池の中にいるかもしれない。え？どこ行くの？ねえ、エリンちゃん！いた！本当？この中に隠れてる！古い藁の匂いが嫌で逃げちゃったんだね。おいで。気をつけて。うん。手離すよ。うん。もう大丈夫。赤子の池の方からだ。あ、さよ。死んじゃったの？硬直してるだけよ。エリー、どうしてここに？赤ちゃん見つかったよ。お母さんのためにここに？うん、黙って入ってきちゃってごめんなさい。エリー、ありがとう。でも、もう二度とこんな危険な真似はしないでね。わかった？うん。なぜ逃げたのだ？藁が古いままだったの。藁？だから赤ちゃん、匂いとあったかいのを嫌がって穴の中にいたの。わだん！汚れてなかったし平気だと思ったんですよ。
トーダは繊細な生き物です。些細なことでも私の指示を守ってもらえませんか。すまん。エリン、怖かった？怖かったけど、でも私お母さんみたいなお医者さんになりたい。この村はトーダがいて初めて暮らしていける村なの。でもトーダは私たち人間とは違う獣だわ。それを忘れないで。うん、トーダは獣。エリンにはその言葉の本当の意味がまだよく分かりませんでした。ただトーダがおとなしく可愛いだけの獣ではないことをエリンは知ったのです。